おはようございます、本日はですね、今から静岡県の、サウナの聖地、敷地に夫婦で行きたいなと思います。では、行きます。撮ってます。はい、ということでですね、サウナに行くことになったんですが、サウナに行くことになった流れとしては、最近嫁蔵がサウナにハマってしまって、それまで全然サウナハマってなかったんですが、ジムにサウナあるんですが、そこのサウナに入り方を覚えてしまって、あー整ったーって言って出てくるようになったのでつい最近やな、敷地行こうかって言い出したの。うん、君がなんかその有名なサウナが静岡に行くこと、聖地、そう聖地、あと九州に行くあるよって言ったから、西の聖地な、うん、ゆらす、そうじゃあ、で、まあもう多分サウナ好きな人からしたら敷地って言った瞬間、あーなるほどなってなるやろうけど、うん、俺ら行ったことないからな。サウナーって言ったって俺まだ 2,3 ヶ月だし、今年なんてまだ1週間未満じゃないなのに行ってしまうっていう。で、今からサウナ行くんですが、そのサウナ敷地はこっからだいたい 4時間ぐらいかかるかな、だからだいぶ遠いんですが、まあぼっちら行きたいなと思いますが、その前に嫁蔵がなんか最近気になってるカフェが近くにあるらしいので、カフェというかデザート屋さん、うん、これやろ、うん、もうこれ、そこにまず行きたいなと思います。行きます。では嫁蔵さんが、カフェっていうかデザートから帰ってきました。お帰りなさい。ただいま。さあ、そのデザートを紹介してください。一旦、おい、食べかけ、これはフルーツサンド、シャインマスカット。あ、これはまだついてないわ。ほら、いちごのフルーツサンドね。はい、運転してください。で、今からは何食べたいんだ。え、昼ご飯まだ食べてないな。食べてない。何食べんの。餃子の王将おっさんみたいな職業して、いきなりまだ出たと思うから振り幅すごいね両方行きたいとかやんな。餃子も行きたかったし、うん、カフェのそのデザートも行きたかったし。そうじゃあ王将の餃子食べに行きますか。はい、行きましょう。はい、では行ってきます。はい、それでは行ってきました。結局王将はめっちゃ混んでたんで、ガストにしました。もう出発してからかれこれ3時間ぐらい経ってるので、そろそろ静岡に向かいたいなと思います。それではサウナ敷地がもう近くまで来ましたが、たまたま嫁蔵がさっきパッと見つけて、ノースで触るやんって言って、で、え、ないでって言ったら、地図見たらカフェって書いてあるんですけど、なんと10月5日オープンしたばかりの2週間前、そう、ね、1週間前や、1週間前オープンしたばっかりのノースですがあるので、もう今そこ行こうかなって言って行ってます。ヘリーハンセンとなんかノースですがあるお店なんですが、もうそのお店があちらですね。じゃん、国境に進みます。その先、左方向です。はい、それでは到着しました。こちら、じゃん、敷地。これは看板やかな。これが建物です。なんかすごいのがさ、うん、匂いしてくね、温泉の。ここで。コンクリしてる。まあ、ナンバーがやっぱり、いろんなところから来てるんだね。ほら。あ、本当だ、お風呂の匂いだ。うん、温泉の匂い。この角度よ、よく見てた。本当だね、みんなここで撮ってたもんね。ここからは嫁蔵とバイバイで12時間後に会います。はい、嫁蔵バイバイ。バイバイ。寂しい。それでは行きました。もう一発目からもバキバキに整ってですね、これが聖地かっていう感じだったんですけど、嫁蔵から LINE 来て、どうやったって来て、で嫁蔵もなんか最アンドコーって書いてたんで、多分最高やったんやなと思います。で、僕はもともと風呂はあんまり好きじゃないんですが、その風呂が好きじゃない僕でも2時間ぐらい入ってて、今からは上に上がって、
ご飯食べて、で酒飲んで寝たいなと思います。ではその様子をどうぞ。We're both getting